シベリア連邦大学火山連邦大学連邦大学はロシア連邦のモスクワ国立大学とサンクトペテルブルク国立大学に班を取り高レベルの教育プロセス研究技術開発を各地域特に各連邦管区へ展開する目的で設立された高等教育機関を指すペレストロイカ後も大学の改革は進められずソビエト連邦時代の状態が続いていた こうした中で21世紀になってアカデミーの改革についで大学の改革がトップダウンで進められた。連邦大学への歩みは2000年のウラジーミル・プーチンの大統領令に始まっている。その後のロシア連邦教育科学省の構想によると連邦大学を設立する主な目標は地域の教育構造を最適化し高等教育の教育機関と 連邦地区の経済及び社会権との関係を強化することに基づいて高等専門教育システムを開発することである。連邦大学は革新的なサービスと開発の作成と実施を通じて連邦管区における競争力のある人的資本の形成と発展にも貢献する。この使命は有資格者のバランスの取れた提供。 連邦管区の領土と地域の社会経済的発展のための主要なプログラム、並びに科学的、技術的、技術的解決策を組織し、調整することによって実現されるとする。現在、ロシアには9つの連邦大学がある。これらは、各地域にあり、各連邦管区の主要大学であり、モスクワ国立大学と、サンクトペテルブルク国立大学は含まれていない。 最初の連邦大学は2006年に既存大学を再編成した結果として組織されたシベリア連邦大学であった。これはシベリア連邦管区クラスノヤルスクにあった3つの大きな大学をクラスノヤルスク国立大学へ吸収して設立された。同じく2006年には南部連邦管区ロストフにあるロストフ国立大学へ他の3つの大学が合同して 南部連邦大学が設立された。以上2校は連邦大学の正式な法令を待たずに開校した。他のすべての連邦大学はドミートリー・メドベージェフ大統領の時代に設立された。2008年5月7日、ロシア連邦大統領は連邦大学に関する法令に署名し、ロシア連邦政府は連邦大学の創設と活動の手順を決定する。 連邦放送案を作成して、集会員に提出するよう指示した。これには新しく極東連邦大学を加えること、すでに設立されていたシベリア連邦大学及び南部連邦大学及びその他の連邦大学に関するものであった。翌年の2009年2月24日には、ロシア連邦の連邦法、連邦大学の活動に関するロシア連邦の 特定の立法法の改正についてが施行された。2009年10月21日、ロシア大統領は、北西、ボルガ、ウラル、極東連邦管区における連邦大学の創設についての法令に署名した。2010年から2011年にかけて、これらの連邦管区に5つの連邦大学が設立された。北西連邦管区の北方連邦大学、 ボルガ連邦管区のカザン連邦大学、ウラル連邦管区のウラル連邦大学、極東連邦管区の極東連邦大学及び極東連邦管区サハ共和国の北東連邦大学である。2010年10月13日、ロシア大統領はバルト連邦大学の創設に関する法令に署名した。2010年12月30日、ロシア政府の命令によれば、この大学は イマヌエル・カントロシア国立大学を基礎に、北西連邦管区のカリー・ニングラードに設立された。2011年1月、ウラル連邦管区のチュメニ州知事ウラジミール役シェフは、ドミートリー・メドベージェフ大統領との会合で、チュメニ州における連邦大学の創設の可能性について話し合った。知事は大統領に、チュメニ国立大学とチュメニ石油ガス大学の合併について説明した。 しかし、これまでのところ、知事が希望する、北西連邦大学は設立されていない。2011年7月18日、ロシア連邦大統領令、北カフカース連邦管区における北、カフカース連邦大学の創設についてが署名された。北カフカース連邦大学は、2012年に、スタブロポリにあった3つの大学を基礎にして、設立されたものである。 2014年8月4日、ロシア連邦政府は、すでに、ロシア連邦へ合併して成立したクリミア共和国のシンフェロポリにある、タブリダ国立大学、クリミア人文大学、クリミア経済大学、国立環境、リゾート建設アカデミー、クリミア情報、印刷技術研究所、クリミア農業技術大学を、合同したクリミア連邦大学を設立したと、称しているが、 クリミアのロシアへの合併は国際的には認められておらず、また、クリミア国立医学大学の教師陣なども反対を表明している。次の連邦大学が次の年、年に設立されている。バルト連邦大学カリーニングラード、2010年、極東連邦大学ウラジオストク、2010年火山連邦大学、火山、2010年北方連邦大学、アルハンゲリスク、 2011年北東連邦大学、ヤクーツク、2010年北カフカース連邦大学、スタブロポリ、2012年シベリア連邦大学、クラスノヤルスク、2006年南部連邦大学、ロストフなどヌ、2006年ウラル連邦大学、エカテリンブルク、2010年。ありがとうございます。